ことで。こんにちは。こんにちは。今日2021年10月9日は草ワルンというイベントがありまして行ってまいりました。今回はですね、いつもみたいに先行入場、一般入場の後にフリータイムになって各ブースに自由にこう行けるというスタイルではなくて、常にブースに最大でも人は 2,3 人しかいないようにするために、常にブースにいない時は列に並んでるという変則型運営でした。つまりですね、抽選で何番を引けるかでこうその後の並び順も変わるわけで、非常に抽選が重要だったんですが、だいたい180人ぐらい来ていて、170ぐらいかな。で、僕は166番という、これまでファストパスを引き続けた運はどこに行ったんだという番号だったんですが、それでも植物たくさん買えました。各ブースはですね、先行入場があるのが AZ 便解散&ワールドプランツリポート、この前紹介させてもらった本ですねの特別ブース、あと LA 便長谷さん、 TB 便の岸さん、先行入場なしが伊藤アリ植物農園伊藤さん、伊藤目さんですね、あと田中さん、スピーシーズナーサリーの6ブースでした。僕は行ったのはですね、最初長谷さんの長蛇腹かハセイの毛が生えた細葉を狙って行ったので、アグラオネマがどうのこうのみたいなのはなかったんですけど、さすがに166番だと長蛇腹もなかったので、最初に岸さんのところに行って長蛇腹ではなく蛇腹を買うというのをやってました。これ開けてみると、これいくらだろう、4800円。この蛇腹いいですよね。うん。その後2回目の列に並んだ時は長谷さんのところに行って、これだ、このホマロメナスマトラ買いました。これは縁が白くなると長谷さんが言ってて、モレゴロさんに聞いたらこれ初出じゃなくて持ってるっておっしゃってたんで、ここのここですね、ここは白くなるとこの辺というで、ちょっとビロードみたいな。その後糸目さんところに行ってこれ買ってきました。うん、こういうやつ。これは何かというと、エクアドルで、かつこれ木に生えてるそうなので、着生蘭と一緒に使えるなということで買ってきました。これ結構長いんですけど、糸目さん曰くこれ光が弱くて徒長しちゃってるんだけど、もっと引き締まった感じに育つっていうことでした。これ葉っぱがですね、ホワホワしてて、で赤かったりとか、うん、良い感じの。その後田中さんのところに行って、ピリアを買ってきました。これはなんか若干ホマっぽい感じもしなくもないんですけど、やたら増えそうなのでいいなということで、フィレアを買ってきました。あとはこのイキトスペルーのまたハテナ、これは田中さんに聞いたんですけど、木の横をずっと張ってまっすぐ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 伸びていくと現地だとやつだってことでした。確かにこの途中から根が生えてきてるんで、どこでもくっついてく系だと思います。ただ上の方にも張っていくけど、結構地面をずっと張ってるっておっしゃってました。これも
多分使い勝手がいいと思います。その後ですね、ワールドプランツリポート、この本ですねの特別ブースがあって、この本の中に載っている岸さんの最初の植物がなんとこういう WPR 印の特別タグなんだけど、チームボルネオっていうので売ってて、2株買ってきました。こういうやつ、これもパルダリウムで使うと良さそうですよね。また載ってるやつってことで、ベゴニア、カリマンタンも買ってきました。ベゴニアのパルダリウムって実は僕作ってなくて、なんかやろうと思ってたんですけど、第1弾はこれにしようと思ってます。で、これ現地のやつなのかだったのか、増やすときにあれだったのか、葉っぱが穴が開いてたりとかするんで、これを切って葉出しして増やしてというのにしたいと思います。結構これ多分いわゆる木立ベゴニアっていうやつかな、なので縦に伸びていきそうなんで、縦長ベゴニアパルダリウム、にしようと思います。で、その後ですね、長谷さんのブースがさらに並べたので買ったのが、これ LA タグになってないので、長谷さん採取じゃないんだと思うんですけど、この謎のシダと苔、これは雲霧林のやつだってことで、長谷さんも去年の夏だ、結果今年の夏に枯らしちゃったという難しいやつっておっしゃってたんですけど、風通しがあればってことだったんで、ストックケージのファンが回ってるところに置いといてみようと思います。ただこれ発生もしたんで、なかなかリスクがありますけど、これね、ムチゴケみたいなのついてて、ウンムリンの木にはっついてるってやつだったんで、ちゃんと育てるとウンムリンレイアウトのレベルがグッと上がると思うので、その後また糸目さんところに行って、また樹上に生えてる系でミクログランマを買ってきました。あ、これ2株入ってる、やったね。あ、3株、これ樹上だからな、どうしよう。水ボケが少ないけど、この良さそうなやつを、やっぱ糸目さんとか使ってる水ゴケ、これ超高級ですよね。めちゃめちゃ長い、こうしてよしと。ああ、中南米って言ってたので、あとその後 TB さんのブースに並んで、 TB さんに動画撮れましたかって言われたんですけど、あんまりこうブースで長話する感じじゃなかったので遠慮して撮れなかったんですけど、シダをそんなこと話しながら買いました。これも WPR 印いいですね。で、これは TV さんに聞いたところ、こうやって育ててるけどこういう風に斜面にこう生えてんだよという風に教えてもらいました。あと長谷さんのブースではこのクリアファイルが売ってて500円だと。いろいろ柄があるもんですね。これ買ってる人多かったです。あとなんとですね、入り口のところで今回このインスタグラムとかでも結構話題になっているジャングルマガジンっていう冊子、これフリーペーパーなんですよ。で、配ってらして欲しいなと思ってたら触るんで、なんと手に入るという。この冊子の代表のグリさんっていう方に伺ってみたところ、表紙と裏と8ページ目のキッシーか、8ページ目のキッシーは大丈夫ですよと教えてもらったんですけど、こんな感じで紙も印刷も結構綺麗で、よくこんなのフリーで作られたなと。草ワルに来た170何名ぐらいの方、列に並んでいる時みんなこれ見てました。いや、なかなかそれはすごいなと思って、今回実はネイティブフォレストの小太郎さんと一緒に
回ったんですけど、パルダリウムでこういう冊子作るかみたいな話をしたんですけど、大きな問題点としてはこういう冊子にしたくなるようなパルダリウムがそんなにないよねという根本的な問題にぶつかったので、自分で載せたくなるようなパルダリウムとかが作れるようにとか、あとやっぱりパルダリウムにおける、なんだろう、水草水槽の天野さんみたいなスーパーヒーローが登場するような土壌がないとダメだなと思いました。でその後これ買った時点、終わった時点でもう3時半とかだったんですね。10時半から並んで、その後新宿に移動してアクアフォレストに行ったんですけど、そこでアクアジャーナル買って、またネイチャータワー360度について話したり、今回のアクアジャーナルはネイチャータワーのインタビューがすごく載ってるんで買った方がいいと思います。あと僕はですね、今アヌビアスの森というネイチャーアクアリウムエキシビジョン2021でネイチャータワーの横に展示されている写真があるんですけど、それを題材にしたパルダリウムを今試作していて、ここにちょっと写ってるんですけど、これは試作というかプロトタイプで、これの大きい版を今作ろうとしていて、それで使うアヌビアスをアクアフォレストで買ってきました。これ2500円とかだったんですけど、アヌビアスキリンってやつですね。これが結構形が良くて買ってきました。尾崎フラワーパークだと3700円とかだったんですけど、こっちの方が株数もいっぱい取れそうで安いっていう謎の現象がありました。あと書いてない、これ2000円ってなってるんですけど、田中さんのブースで2つ買ったらおまけでもらったピペル、こういうのも増えるから結構いいんですよ。ということで草ルーン何株買ったの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、これおまけですけど、それにしても12株を166番でもそれだけ入手できたという、良かったですね。今回の抽選方式、なんかもっといいやり方あるんじゃないのみたいなことを書いていらっしゃる方とか言ってらっしゃる方もいたんですけど、僕はアグラウネマのネームドを絶対買うんだとかいう感じじゃないという、若干例外的な立場ではあるんですけど、パルダリウムに使う植物を入手するという点で言えば大満足なイベントで、とりあえずですね、今回入手した植物だけでも、この糸目さんから譲ってもらったこのでっかい葉っぱを使って着生蘭の巨大な形状を作るとか、あとこの岸さんの蛇腹は非常にメインとして輝ける植物だと思うので、これを使ったパルダリウム、ただこれすごいちっちゃいので半年1年とか増やすのにかかるかもしれませんけど、を作ったりとか、あとベゴニアのパルダリウム、あとこの一連の田中さんの丈夫で増えやすそうな使いやすそうな植物なんかを使っていろいろ作っていけるので、本当いろいろ手に入ってよかったなと思いました。こんなコロナで大変な状況の中、この方式を考えて企画してくださった岸さん、大変な中集まってくださったハンターの方々にお礼を言いたいと思います。どうもありがとうございました。応援しているので、また次回もコロナが収まってなくても、収まっててもまた開催してほしいなと思います。次のイベントは再来週17日かな、18かな、そのあたりでアクアリウムバスがあるというのと、12月に BB があるんじゃないかというのが噂になっているようですが、 BB というか展開地になるのかな、また行けたら行きたいなと思っています。運営の皆様ありがとうございました。お疲れ様でございました。